こんにちは、南里穂です。おはようございます。お疲れすぎて化粧落とさず寝ちゃいました。やらかした。これ化粧落とさず寝ちゃったんですよ、私昨日。めちゃくちゃ撮影長引いちゃって、もう疲れが限界で化粧落とさず寝ちゃいました。9時半です。はい、ってことで今日は僕も撮影がねあるので、かなりね美容室の方には失礼なんですけど、頭も洗ってないのでトリートメントしてもらいつつ、ちょっと綺麗に髪の毛してもらおうかなっていう感じです。はぁ、それではスタート。はい、ってことでこんな感じで、20分やばシャンプーしてもらってます。私いつもやるのがホットペッパーで担当さんのスケジュール確認とか、あ、この時間空いてるかなみたいな感じで見て、あの担当さんに連絡しても返事返ってこない時とかあるので、ホットペッパーで予約空いてるかなって見てそのまま予約したりしてます。ね、ポイント貯まるからめっちゃ楽なんですよね。私お正月とかも地元に帰ってたんですけど、実家にプリンがすごくて、で我慢できずに美容院、知らないとこだったんですけど、ホットペッパーで予約して行ってきました。でね、美容院でねこうやってね、ちょっとこのあと撮影なんで髪やってもらってる間にメイクを仕上げていきます。いや、ね、私ねリアルに使ってるんですよ。でね、マッサージとかもホットペッパーで普通に予約するから、ネイルとかも予約したりします。だから結構ポイントめっちゃ溜まってるんですよね。私ポイント結構ねお得じゃないですか。ホットペッパーのその溜まったポイントで金額引けるんで、だいぶ前とか全然ポイント使ってなくてパッて見たら3000ポイントぐらい溜まってたんで、それ一気に使ってネイルのお金がほぼタダになったみたいなこともあります。まあでも行きつけのサロンでもホットペッパービューティーで予約すると30分ごとの空き状況がわかるから自由に予約できるし、まあ思い立った時に24時間いつでも予約できるから便利ですよね。そこがめっちゃ便利。他にも再来店用のクーポンとかポンタポイント、Dポイントとかも貯まって、行きつけの美容室に電話で予約するより全然お得なので、どうせ予約するならホットペッパービューティー使って予約した方がお得でいいと思います。完成です。ありがとうございます。やばいよな、ちょっとハーフツイン久々にしました大丈夫そう。26歳、うん、私結構ねハーフツイン好評なんですよ。恥ずかしいけど母とかになんでしてるんって言われそうこんな感じで髪の毛も完成しました。顔めっちゃむくんでますね。そのまま寝ちゃったんで、ちょっと待って、何もう本当もちりすき上げてますよね、足も。こんな感じでこの日のルックブック撮影してました。かわいい。ルックブックの撮影こんな感じで撮影してます。ジーンズ買うよね。やっぱジーンズの方が足長く見えるね。ぜひこのルックブックも見てください。お昼タイム、この日朝から何も食べてなかったんでチキンカレー、これ初めて食べたけどめちゃくちゃ美味しかった。ポテトも食べてます。この日ね一日長かったから結構しっかり食べてます。コンビニのご飯結構好きなんですよ。こういうのたまに食べるとめっちゃくちゃ美味しく感じません？今日普通にこれ美味しかったです。なんか新登場やったんかな。レンチンのカレーめっちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。こんな感じで撮影終わって、優香とご飯行ってきました。ごちそうさまでした。え、まだもう食べへん？お腹いっぱい？え、な、別に何か見てもいい。ちょっととりあえず見ろ。私たちめちゃくちゃ食べるんですよ、ほんまに。2人でおると食べ過ぎやから、うちらご飯食べに行くんやめへんっていう話を毎回してます一緒にご飯食べに行くのやめへんって食べ過ぎてまうんよね。
何だったっけ、プリン練乳プリン、濃厚カラメルプリンめっちゃ美味しそう。カラメルプリン全然美味しそう。美味しそうやな。カラメルプリンでしょ。え、食べるけどどうしたらいいと思う？え？え、どうしたらいいと思う？今回美味しい人の頼んだら美味しそうに見えるから一緒にするわ。わかるこの気持ち。全然うまそうやけどな。はい。で今日ねめちゃくちゃ肩こりがひどすぎたんで、この後2人でホットペッパーで予約してマッサージしに行ってきました。足つぼ、アロママッサージやるか迷ったんですけど、足つぼだけでも結構肩こり軽減されるので足つぼしてきました。じゃじゃん、帰ってきました。でさっきマッサージも行ってきました。ちょっとね今日仕事で疲れてむくみがすごくて肩こりもすごかったのでちょっとだけスッキリしました。はい、ってことで普段ホットペッパーかなり使ってるんですけど、まあ一番いいところは本当に30分ごとの空き状況がわかるから自由に予約できるし、もう夜中こうやって携帯見ててホットペッパー見てても思い立ったら明日美容院行かなっていう時にすぐ予約できるからそこが便利ですよね。でポイントも利用できるし、はい、ってことでみんなもホットペッパービューティーでぜひ予約してみてください。この動画がいいと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。